軽量文献学とは、文献の特徴を数値化し、統計学的手法を用いて、文献の分析や比較を行う方法、またはそれに関する学問分野。文体に注目して、軽量文体学などの名も使われる。軽量文献学の語を初めて用いたヴィンセンティ・ルトスワフスキ、1885年撮影。文献の著者の移動や、時代の推定、同一著者の著作内容。 思想と文体との関係の解析などを目的とする。数値化し解析する対象としては、例えば単語、または文の長さ、特定の単語、または禁止の使用率、同義語や苦読点の使い方などがあるが、言語、初期体系、文の種類や内容によって適したものが異なるので、場合に応じて選択する必要がある。つまり、 統計解析方法が特に定まっているわけではないため、対象に応じて様々な手法が用いられるのである。計量文献学の手法が初めて用いられたのは15世紀のことであり、この時は翻訳の比較で使用された。1851年には、インド出身の数学者、オーガスタス・ド・モルガンが、文章の長さを作者特定のためのスタイルとして使用できる可能性を予想した。 軽量文見学という語が初めて使用されたのは1890年のことであり、この年にポーランド出身の哲学者ヴィンツェンティル・トスワフスキが著作プリンシーペスでスタイロマトリで、スタイロマトリという語を初めて用いた。ルトスワフスキは1898年に軽量文見学の手法を使い、プラトンの対話編の時系列特定を試みた。その後、 地図の統計学的手法が開発されるのに伴い、それらが応用されるに至っている。特に現代では、コンピュータの利用が普通になり、遺伝的アルゴリズムや、ニューラルネットワークも応用されている。また、さやま事件のように、犯罪捜査に応用された例もある。ありがとうございます。